エンジニアのひろきさん、29歳。3年前、眼科である診断を受けました。視力落ちてるぞっていう風に言われたのをきっかけで眼科に行ったんですけど、スマホ老眼みたいな状態になってるよっていう風に。スマホ老眼。スマホなどの使いすぎが原因で近くのものにピントが合いにくくなるなど、いわゆる老眼のような状態になってしまうことを言い、デジタル時代の今、このスマホ老眼が増加しているのです。スマホ老眼になっちゃった。20代なのにスマホ老眼って言われてつら。年齢問わず若くても患ってしまうそうですが、ひろきさんは実際どれくらい目を酷使していたのでしょうか。会社フルリモートとかになったりしたこともあって、10時間とかは多分見てるんじゃないかな。1日平均10時間。実はこれ全く驚くべき数値ではありません。というのも、スマホやパソコンで仕事をする人の平均利用時間はなんと9時間45分。つまり今や誰もがスマホ老眼になる可能性があるのです。しかし、眼科医の平松瑠衣先生によると、スマホ自体が老眼の直接的な原因ではないそうで、スマホが問題というよりは手元で見るということが問題なんです。一番は距離なんですよ。目は基本はだいたい1メートルから2メートルぐらいを見るのが最も自然な距離って言われてるんですね。手元を見るようにあまりできてないわけなので、手元を見ようっていうのが一番目の筋肉を使うんですね。スマホはついつい20センチぐらいで見てしまうわけなので、それを離しましょうってことです。目を守るポイントはズバリ、対象物との距離。とはいえ、目の酷使からはもはや逃れられない現代人。巷には目にいいことや悪いこと、いろんな情報が飛び交っていますが、一体何が正しいの？ということで、ここからはデジタル時代に知っておきたい目にまつわる本当と嘘。ブルーライトカットって実は効果がない？3ヶ月以上前の目薬は使っちゃダメ？スマホ老眼を放置していると別の症状を引き起こす？などなど、意外と知らない目の健康について考えます。早速ゲストをご紹介します。3年前にスマホ老眼と診断されたエンジニアのひろきさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてもう一方、本日発売の名医が教える目のトラブル解決大全の著者で、二本松眼科病院の副院長を務めてらっしゃいます平松瑠衣さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は目について考えていこうと思います。自分がこうスマホ老眼なんじゃないかと思われる方も思うので、早速こういったチェックがあるので皆さんやっていきましょう。はい。一つでも当てはまるものがあったらというところなんですけども、スマホを見使うときに目と画面の距離が20センチ、寝転んだ状態でスマホを操作すること多いですよ、スマホに夢中で瞬き忘れがちです、などなどあるんですが、竹山さん行こう。スマホや PC の画面を目より上です。上げてってことですね。ありますよね。まあでも結構当てはまってます。もはや眼鏡で分かんないから、眼鏡外してこうやって見てるときありますから、僕老眼で。あ、こうやって見てます。かなり近いですね。うん、もう眼鏡外すとこれくらいの距離じゃって見えないから。なるほどなるほど。先生、これ一つでも当てはまるとというところなんですよね。一つで当てはまると、イコールスマホ老眼というよりは、疑いがあるのでちょっとチェックが必要ですってことなんですね。はい、スマホ老眼ってそもそもどういったものなんですか。はい、正式にはスマホ老眼という病名はないんです。医学的には調節機能不全とかって言ったりして、要はお若い人とかが老眼のような症状を訴えるときに、分かりやすいのでスマホ老眼って言ってるんです。だからスマホを使ってないけどスマホ老眼的な人も正直いるんですよね。はい、で、遠くが見えるけれども手元が見づらくなってしまう、または手元を見るとすごく疲れちゃうってことが多いですね。最初の健康診断でこう裸眼の視力落ちてるよっていうふうに言われて、言われまして、でちょうどこう自分目の持病があるので、通院してちょっとこう視力落ちてるんだけどっていうふうに相談したら、君メガネじゃ
君はあのスマホ老眼だよっていうふうに言われました。実際にこうどういった症状なんでしょうか。もう本当に視覚が全くわからない、うん、見えないというピントが合わないというような感じなんでしょうか。そうですね、なんか僕の症状だとこう、まあ、自分近視かなって思ってたんですけど、うん、こう近くにものすごいピントが合っていてっていうところが症状として大きいですね、うん、原因は分かってるんですかね。まあ、なんかこれだっていう確証はないですけど、まあ、これだろうなっていうのだと、まあ、就職したのがちょうどコロナ真っ只中で、うん、こう入社直後からこうリモートワークとかになったんですけど、うん、そうするとこう家の中でずっとこうパソコンを見てっていう風な感じになっちゃって、で結果的にこう、まあ、近く見ることが多くなったのが原因かなっていう風に思ってます。ひろきさんはあの近視も入ってるっていうことですよね。実際どういう風にこう見えてるんですか。なんかすごい説明しづらいんですけれども、本当に近くはちゃんとこう近づければ見えて、こうちょっと話すと見づらくてとか、でこうちょっと中途半端にこうもうちょっと遠くするとまた見やすくなってみたいな、個人的にはそういう風な感じがしてます。やっぱりこう眼科に行く機会っていうのはなかなかないんですけれども、これってどうしてなんですかね。まあ、ひろきさんみたいに手元がちゃんと見づらいっていう風に感じられる方だけではなくて、やっぱりちょっと疲れて、まあ、ちょっと寝れば治るかって思ったりっていう方の方がやっぱ多いのが現状です。またそれで全く生活ができないわけではなくて、話せば見えてしまうので、まあ、問題ないかなと思われてしまうのが多いかなと思います。これ今グラフ出てるんですけども 35% 水色のところ2年以上受けていないっていう、これあまり良くないですか。そうですね、特にこれってあのコンタクトとか、まあ、そういうふうにされてる方って、まあ、メガネを使っていてもだいたい2年とか3年するとコーティングが悪くなったりとか、いろいろ度も変わったりするので、まあ、定期的には目をチェックしておかないと、よく視力さえ良ければ目っていいもんだって勘違いされているんです。で、日本人の失明原因第1位の緑内障って末期まで視力 1.2 見えてるんですよ。つまり視力が出ていても目が悪くなる病気って実はたくさんある。でそれが失明原因となるので、まあ、視力が出てれば大丈夫とは限らないと思っていただいた方がいいです。前兆としてどんどん視力が落ちていって検査に行って初めて分かるってものではないんですか。そういう病気もあるんですけども、大体その失明原因としてトップに上がってくれるような病気は、はい、初期の頃または中期の頃はあまり視力が下がらない病気の方が多いです。ここでですね、まあ、目にまつわる噂をですね、山先生さっき皆さん気になったことを思いっきりやりそう聞いたら本当のところどうなんだと、ただやからただなんですよこれ。今全部教えてもらう今あのモニター出てますけど、はい、都市伝説じゃないけど、はい、こういうことを皆さんこう言ってきたと思うんですけど、一つ目いきましょう。緑を見るのが目にいいって本当なんでしょうか。これも全く意味がない現象です。そうなんだ、はい、遠くの緑を先生関係ないですか。遠くの緑を見たら意味があるんです、うん、それは遠くだからなんです、うん、緑は関係ない。つまり手元の緑、例えば緑のノートを使うと目が良くなるとか、なんか昔あったりとか、うん、そういうのありましたけど、それは何の意味もない、うん、愚か、つまり愚かな親の教育だった勘違いで、まあ、遠くで例えば鉄塔であろうと自然である必要は全くなくて、遠くのものを見ていただくというのが最も効果ですね。でそうすることによって、まあ、近視が進行しづらいということがあります。近視によって、まあ、近視ぐらい、まあ、手元が、見づらくてとか遠くが見づらくてっていう程度と思われがちですけど、結構さっきの緑内障とかいろんな病気の原因になるので、まあ、近視も避けた方がいいですね。どれくらいのペースで遠く見た方がいいんですか。まあ、よく言うのは、まあ、アメリカの学会とかだと、まあ、モニターとか使ってるとき20分に1回、20秒間20フィート以上、だから6メートル以上ぐらいですかね。20分に1回見ろって言うんですけど、まあ、正直現実的ではないので、まあ、一般的には1時間に1回程度、まあ、遠くを見るとかしていただけるといいかなっていうふうには。先生遠くでいいんですね。昔なんかよく言われたら山を見ろとかなんか言ってたけど、関係なく遠く6メートル先を見る。6メートル先がベストですけど、まあ、せめて2メートル以上とかぐらいの遠くがベスト。わかりました、ありがとうございます。次に行きましょうカラコンはやっぱりダメなんでしょうか。カラコンがダメっていうことはないんです、はい、もちろんきちんとした性能のカラーコンタクトを使われるといいんですけど、うん、かなり怪しいものがあるのも事実で、うん、まあ、消費者センターとかで調べると、うん、中の色素がこう溶け出すようなものがあったりとかもするので、うん、まずそれは避けていただくと、はい、あとはやっぱり普通のカラコンは透明なコンタクトに比べると性能はやや劣るので、だからあの
外す時間を長く取るとか、まあ、そういうふうに気をつけていただくのは大切ですね。あれってね、なんかもう病院以下でも変えちゃうじゃないですか。そうですね。はい。で、なんか見たらね、あのベーシックカーブっていうのかなとか、はい、なんかいろいろあって、はい、でやっぱ適当につけてみて合うか合わへんかってやってる子多いんですけど、うん、それは結構危険ですか。コンタクトレンズは一応高度医療機器って言って、うん、まあ、ペースメーカーとかに準じるような扱いになってる。ただ、まあ、結構法律的にそこがグレーになっていて、うん、そうやって売られているっていうのは現状、まあ、あまりいいことではないですね。サンドイッチ製法みたいなのってあるじゃないですか、はい、カラコンの、はい、あれは安全なんですかね。その製法がイコール大丈夫っていうよりはやっぱりそのメーカーとか作っているものっていう風に見ていただいて、うちはこの製法だから大丈夫ですって言っててもやっぱり怪しいものも一定あるので、じゃあ、 あの眼科とかで売ってるカラーコンタクトとかだったら安全だってことですか。そうですね。だから一般的なメーカーできちんと作られているようなんだったらいいんですけど、うん、まあ、ネットとかでごく一部のなんか特殊なところから取り寄せてだと、まあ、ちょっと怪しいものもあると思っていただいて、できれば適正価格みたいなのあるんですか、カラコンでこれ以上だったら安心みたいな。先生言っちゃってください。価格ではなかなか難しいところがあって、はい、うん、だから安いからダメ高いからいいっていう一概ではない。もちろん高い方がやっぱ性能は良くなりがちという傾向があるって程度ですね。コンタクトつけるときの先生昔から決まりとそうですよね。初め医師に見てもらってのはコンタクトじゃないですか、はい、だからカラコンでも一応その流れを取った方が間違いないですよ、ね、もう間違いないです、絶対そうです。ちょっとねやっぱ高いイメージがあるんですけど、でも同じメーカーで全く同じやつがネットとかだと安く売ってたりするから、その最初だけは病院でっていうことがいいってことですよね。まあ、立場上最初だけはとなかなか言えないですけど、せめて最初はちょっとかかっていただいて。わかりました。次も行きましょう。ブルーライトカット実は効果がない。これはどうなんですか。効果が全くないっていうわけではないんですけども、うん、まあ、よく、疲労にいいであるとか、うん、目の病気を、カットしてくれるんじゃないかっていうふうに言われていたんです、はい、うん、でも、いろいろ研究してみるとその効果はもちろんゼロではないんだけども、うん、まあ、ある程度軽微であると。またブルーライトを 100% カットしてるメガネってなくて、まあ、大体20から 60% ぐらいという、まあ、ある程度限定的なんですね、うんうん、だから、まあ、目の病気を防ぐために、ブルーライトカットをあえて使う必要があるかって言われると、まあ、疑問符があるっていう感じです。で特に、まあ、日本のいくつかの学会が、まあ、小児お子さんに関しては、まあ、積極的にわざわざブルーライトカットを使う必要がないんじゃないかっていう声明を出しているぐらいですね、はい、それどうしてなんですか。子供には悪影響になってしまうことですか、正直言うと分からないという方が正しいと思います。つまり成長過程でブルーライトカットをすることが本当にいいことなのか分からない、まあ、要は社会実験になってしまうので、それを子供にしてじゃあ将来実はこんなことがありましたってなったら誰が責任取るのっていうところはあると思うんです、ね、メガネでもコンタクトの UV はあるじゃないですか。 UV はカットしとった方がいいですか、はい、UV カットに関してはこれまでもたくさんのデータがあって、うん、まあ、ある程度効果があるって言われているので、うん、それはもう絶対した方がいい。特に UV をカットしないと、まあ、白内障になりやすいとか、うん、あとは目には傷つきやすいってデータはもうこれは確実にあるんですね、うん、ありがとうございます。次も行きましょう。3ヶ月以上前の目薬は使っちゃダメというのがあるんですけども、使っちゃいますよこれは。どっちなんでしょうか、どっちなんでしょうか。いや、よく患者さんで、まあ、カピカピのこう、はい、目薬を持ってくる方いるんですけども、うん、まあ一般薬、市販薬であると大体 2,3 ヶ月でもう腐ってくるというかな、あの菌が繁殖する可能性が高くなると言われています。まあ、いわゆる処方薬だと1ヶ月以内で、使い切っていただくというのが一般なので、大体皆さん使うとき目薬は余るもんだと思ってください。余って 2,3 ヶ月捨てる、そのぐらいのつもりで目薬を買う。だからあまり高すぎるのを買うよりは安価なもので、なるほど、 2,3 ヶ月で捨てても自分がいいと思えるものを、はい、病院で、ね、花粉症の時にもらうじゃないですか、うん、で未開封で翌年ぐらいまで冷蔵庫で保存して使っちゃうんですけど、それもですか。未開封だとラベルに、何年何月までって書いてあるんですよ。なので未開封であればそれでいいです。だからよく市販の目薬使われている患者さんもその未開封の見て開けて1年経つのに、うん、いやあと数ヶ月持ちますって言うんですけど、未開封度はあそこに表示されていると思って、うん、先生今ちょっと出たけど冷蔵庫は、それ冷蔵庫がいいんですか。冷蔵庫で、保存した方がいいものっていうのもあるんですけど、正直言っていわゆるこう冷暗所であればいいっていうものの方が、冷暗所というのは暗くて冷たいところですね。例えば車の暑い中に置いとくとか、そう、あの暑い部屋に置いとくっていうのを避けていただければ、冷蔵庫じゃなくても構わない、うん、で冷蔵庫に保存してはいけないのも一部あるんですけども、それは大体添付文書に書いてあるので、まあ、それを見ていただければと思います。なんか目薬の私刺し方がここから刺すんですけど、それって良くないですか。やっぱり横から刺すのは全く問題ないです。あ、大丈夫。ただしほとんどの方が目薬の刺し方を間違えてて、95% ぐらいの人が
正しい目薬の差し方知らないんですね。どうすればいいんですか。よくあるのは目薬した後にパチパチとした方がよく効くって思ってる、それ間違いです。なんか染み込んでる感じがするんですけど、どうする、刺した後どうしたらいいんですか。正確には目をつぶっていただく。刺した後つぶる、はい、で、できれば目頭を軽く押さえていただく方がいいんです。止める、はい、なぜかっていうと目薬って目に入った後鼻を通って口の方に抜けてくんですね。開いてるから穴が。よく泣いてるとこう鼻水が出たりとか、はいはい、あのしょっぱくなるのはそういうことです。でこう止めていただけると目に溜まってくれるので効果も出やすいですし副作用も下がってくれる。目って吸ってる感ないじゃないですか。目薬を飲んでる感昔ねここにコーヒーを溜めてでそれを飲むって目から飲むっていう芸をやってた、やってた全部飲めたからね。すごい思ってる以上に飲めるから絶対目悪いんで、目悪いやっちゃダメですよやっちゃダメ。じゃ あ, あとモニターにも刺すタイミングは朝一がベストって書いてますけど、まあ、1日何回も刺したりしてるんだけどそれじゃないんですか。あの乾燥するのに対しては朝がよく乾燥してないと思われがちですけども、朝一って目閉じてるから大丈夫かと思われがちですが、まばたきした時に涙が分泌するので朝一番は乾燥しているのでちょっと目薬するのはいいですよってことですね。はい、そういうことか。あとコンタクト、ICL、レーシック、どうなんでしょうか。要は、うん、いい点もあれば悪い点もあるんですね、うん、特にコンタクト、まあ、コンタクトに関しては、まあ、付け外しすればいいんですけども、うん、まあ、綺麗な手で扱わないと感染症が起きやすい、うん、ICL、レーシックというのは確かに、まあ、遠くが見やすくなるんですけど、はい、実は老眼になった時に逆に手元が見えなくなっちゃうわけですよ。僕 ICL 僕レーシックなんですよ、はい、やってます。だから例えば見えなくなりますか。要は若い時近視の人って眼鏡かけないと遠く見えない、はい、だからレーシックしますと、うん、じゃあレーシックしてみました、じゃあ近視が治りました、老眼になりました、うん、ってなると遠くは見えるけど本を読む時老眼鏡がいるようになるんですよ、うん、つまり遠くが眼鏡いたのが手元が眼鏡いるようになるっていう交代したような感じになるので、僕その感じでさ遠視になった代わりに近くのものが見えなくなって、はい、それってメリットなのかって患者さんによって違いますね。つまり眼鏡がいらなくなると思いきやある程度年齢になると絶対老眼にはなるので、それは忘れていけないってことなんですよね。もちろん手術のリスクもあるってことは。結局先生この目を大切にやるためには我々どうやっていけばいいですか。まず一番は、うん、あの手元で見すぎたりだとか目の疲労、どうしても現代は目を使いすぎてしまうように社会がなっているのでちょっと気をつけていただくこと、あとは、まあ視力測ったりだとかたまに眼科に行くっていうのはちょっとやっていただかないと、まあ、なかなか眼科って行きづらいなって思われる方が多いので、うんうんうん、ちょっとしたことで行っても悪いところではないので、あのぜひ行ってほしいです。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。